ットオフ。先に攻勢をかけてくるのはどちらのチームでしょうか。スペースをうまく使おうとしますね。さあ入れるか。チェックに行く。ピンチを逃れました。カット。まずは中央から行きましたが、ボールは繋がっていきません。ここは阻まれました。中にスッと入ってきますね。目に行く。跳ね返されます。マントバー、早めに上げてきましたが、繋がりません。タイミングいいですよね。狙った。ポストの左。自らシュートを打ってきましたが、何かありますか。そうですね。やっぱり先ほどのように時間かけられてしまいますとね、しっかりとディフェンスが戻ってしまいますからね。サイドからの攻撃。左にボールが出てきた。ここはよく守りました。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。下げて落とします。サイドからいい上がり方をしてますね。かっこいいですね。いい位置でスローインになりました。強い。外からいった。チェック。右足シュート。おっとポストだ。ここは阻まれました。アーロン・ビダン、ここからの攻撃になります。前半の15分を回りました。ヘディング。ここからポリンズ。バレル、少し流れが来ているようにも見えるんですが、だいぶリラックスしてね、試合進んでる感じがしますよね。さあ左を出してきた。中に誰か来てますよ。よく見てましたけどね。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。アレルモ、ここは守備の網にかかりました。そしてアグボンラホ。ちょっときついですよね。センターフォア、アルブライトン。ボールが渡って1対1。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。スペースがあれば上がってくるという形ですね。そのままシュート。いや、うまく低めを狙ったんですけどね。グランダーのシュートを打ってきました。ヘッド。中にスッと入ってきますね。サイドからどうする。やってしまいましたね。アーロン・ビナ、ここは確実に決めなければなりません。アーロン・ビナ、先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。アーロン・ビナとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。中に誰か来てますよ。同点のチャンス。ここで奪い合う。セギに行く。さあ行けるか。直接行った。よく守ります。いい守りです。狙いとしてはいいと思いましたけどもね。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。かなり動いてきますね。いいところです。守りを固める。追加点のチャンス。ヘッド。外しました。おっと競り合います。チ
チェックが入りました。スティリアン・ペトロフ、バックパス、今前半の40分です。バレル、得点を与えてしまってからの動きなんですが、いかがでしょう。そうですね、なかなかね、まだリズム乗れてませんよね。今ちょっと体力でしょうね。ここからダレンベン、北澤さん、アーロン・ビナ、得点してからはいかがでしょう。いや、いいと思いますよ。さらに勢いづいてきましたよね。胸で落として縦に送ります。取っていく、立ちますよ。なんか来てるぞ。さあ、アーロン・ビナ、前半最初のコーナーキックになります。ボールの合間を合わせたいですね。このボールどうだ、頭で合わせた。ここで前半戦終了。バレル、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がアーロン・ビナ、チェック、取り返した。真ん中に走り込む、危ないところでした。回して、バレル、さあここまで押し上げてきました。最後からいい上がり方をしますね。アーロン・ビナンとしてはいい守りを見せたと思いますよ。左サイド駆け上がる、ここで流れをつかみたい。さばいてパスをつないでいく、胸で受けます。両サイドよく動いてますね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。下げて、ここはリッギャッチョ、右に送って横へ運んでいきます。おっと、これで笛が吹かれました。オフサイドですね。ここは旗が上がりました。さらに返す、しかし北澤さん、バレル、この立ち上がりいかがでしょう。そうですね、前半に差をつけられていますからね、今度は焦ってくる頃だと思うんですよ。頑張ってほしいですね。中にスッと入ってきますね。おっと、打ってきた、魔女攻撃だ。いいディフェンスだ、奪ったあとですよね。チェック、左足だ。コーナーキックになります。ミッコ、ここで入れ替わります。まあ出ていく選手についてなんですけど、こう見てますと結構下がり気味なところがあったんですよね。まあ振り回せすぎというか、そういったところかもしれませんね。大きくサイドチェンジ、一人いい動きを見せてますよ。いくか、さあどうだ、1対1。うまく使うとしますね。前へゆっくり送ろうという場面です。北澤さん、はい、アレル、今のところ1点を追うという形です。これをどうご覧になりますか。うまくはないんですけどね、完璧なところでね、なかなか作れてないですよね。アレル、再び選手の交代を行います。さあ、アレルも前線の布陣を変えてきました。そうですね、これは少し攻撃陣の流れを変えようということなんでしょうね。いいプレッシャーだ。中にスッと入ってきますね。どうする、ここはなんとかクリアです。ここはディフェンスされました。中央から上がっていきます。待っていた、ここで激しい
こうというところだったんですが突破できませんでした。右ウィン、ダレンベン、中に誰か来てますよ。マルサレッティ、真ん中から走り込む、バレルン、防戦一方になってきました。逆サイド、目の前だ、シュート、右足、さあいけるか、おっと今度はどうだ、素晴らしかったですね。そうですね、大きくいい展開してますね。いいマークでしょ。細かいボールの奪い合い、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。今後半の40分が経ったところ、すみません、バレル、さあ40分が経過しました。現在1点差を追っています。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきております。そうですね、失点するまでは崩されるシーンはありましたけど、今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。中央上がっていく、うわー、フリーだ、上がってくる、1対1だ、守りが固い、クリア、試合終了の笛が鳴りました。アーロン・リナン1対0で勝利、踏ん張りました。